回来到东京电波塔这里。怎么说？ようやく戻ってこられたな。Yes。おい、周りの奴ら。もう何も考えなくていい。还是一样啊。エマが与えてくれる。みんなおかしくなったまま。はあ？そこ。このままでは取り返しのつかないことになる。ソフィア。エマの居場所はわかるか？最高点嘛，应该在。他在？おい待て。何か様子が。来了，又是动画，耶！可以。全部低头看手机啊！哇哦，直接没电。全东京都没电啊，整个东京。我的妈！直接实体化、啊？不是吧？可以，发生什么事情了？直接，嗯，又来到异世界了。化作掐那普通人看到的那个情况吗？とてもそうは思えないな。崩壊後の現実世界。何が起きてんだよ。服もいきなり変わっちまったが。说变就变な。私もここにいるしな。これってやっぱり。ああ、半年前と同じだ。半年前一样。異世界が現実を侵食し始めている。哦，是那时症状的时候，最后的时候吗？侵食？なんだそりゃ。前にもこんなことがあったってのか。そっか、みんなは覚えてないんだよね。ここはすでにエマの支配下。人の願いを奪うジェイルになりかけてる。このままじゃいずれ現実ごと乗っ取られちまうぞ。可以，又是整个世界了。不能让它发生。あ、やるぜジョーカー。上吧。上空に船室が見えた。ここを登ってあいつを止めよう。そうだね。急ごう。取り返しがつかなくなる前に。可以。この先は危険だ。ここで待っててくれ。じゃあ、应该不会留在这里吧？そうさせてもらうよ。一緒に行っても。哎，算了，没事。我还要去阻止艾玛。じゃあ一ノ瀬、行ってくる。ああ。可以，应该叫妈妈。ソフィア。可以。気をつけて。还真的是母亲，哈哈。任せろ。好活泼啊。それと一ノ瀬、今の私はソフィアじゃない。怪盗団のソフィーだ。わかったよ、ソフィー。またこうなっちゃったね。私たちって神様に嫌われてるのかな。又一次。あ、再び神を相手にするとはな。つくづく相性が悪いらしい。きっと後でバチが当たるなこれ。そりゃ相手次第だろう。インチキな神を崇める必要はね。冒牌神明。だよね。特に人を改心させて言いなりにさせるような神様は。そんなのは神じゃない。偽神だ。じゃあ行こうぜ。偽神様を成敗しにな。よし。じゃあやってやるか。大干一场。可以打倒神。気合を入れていきましょう。嗯。OK。来了。什么？这什么界面啊？哇哦，他最终章了吧？这里是什么 ？Depa Tower。电波塔。OK，get 到了。然后就是弄新人跟面具的时候了。弄这个埃及的东西这样的。是和热属性的，我要把象头神卖掉。莫特，要这个也是这个呢？这么也是死神这样的样子，真的是弄个莫特吧。五月雨斩，这个吧，没问题。OK， 新的莫特，
有点诡异啊，子有点恐怖啊。大国主也可以卖掉了，有那个熊了。OK， 我先把那些用掉的一个面具拿回来啊。哦，还有扳子啊。都到最后这里了，把这个面具的属性魔法吗？魔法一个，物理一个，是魔吧？可以。那问题来了，带谁呢？苏菲亚应该有吧。然后看盖尔跟面具呢，很多是核热属性的，所以带春，带电嘛。龙丝，探索吧。哎，可以回露营车啊，这我倒是没看到哦。这我们全部好像僵尸这样的。所以现在我们到底在真实世界还是异世界啊？融合了一起吗？这两个世界？可以。他们去哪里啊？被吸进电梯？可以，我们也去看看吧。把 U 键先进去啊。可以。哦，又加进去了。还有。どんどん改心された連中が増えてるってことかよ。急ぎましょう。早くエマを止めなきゃ。全部拿着手机的挺什么的。最上階まで歩いて登るのか。あまり時間をかけてはいられないぞ。我们要从底层走去顶层啊。メインデッキまで行けば別のエレベーターがあったはずだ。可以搭电梯嘛？メインデッキを目指しましょう。どこか登れそうな場所はないかしら。OK。これ木の根っこ？なんかすごい。哇，我的天！哎，我穿下去好久好久没买武器了呀。まだまだ失敗。下面没东西了。什么啊？哦，宝箱。可以啊。机械之心，哇，更强啊！这个，完了，快点，随便穿这个。OK， 然后呢，又有人穿，快点，怎么看到画画了呀？图画，炸，这样射死他们嘛？真的是，哇，还有一个、啊。老旧投影机，什么地方啊？跳，哦，还行吧，吓死我！好怪啊，这树根这样东西。好嘞，跳，朋友，快点，什么鬼？结果还是打架了。这个 boss 啊，转，怕什么东西啊？这个怕这个东西，重攻击，到底是哪一只啊？这只嘛，哪一只？这个射一枪，我没有射到他、啊，笑，我现在用别个人跟面具好一点呢、啊。亚圣的攻击力很低啊，因为哇，这个攻击伤害，这伤害还高好多啊！你赶紧重攻击 ，right， 快点炸很多太阳的食徒鸟，连炸炸炸炸，他炸我，幻莫用点炸死了，还没死吗？哇，死了！可以跳上去。追求者的朝圣之路，就到了一个什么啊？大树下，奉献者的朝圣之路，朝圣圣。没有处理到这里了呀？哎。大范围范围内这个吧，可以。Sophie 也升级了，
完全恢复，这么高 HP 吗？不要啦，可以 chance 吧 million streak， 这也比较简单。什么啊，这东西？喂喂喂喂，别 ！OK， 幸好手快。哎，我们要去那里呀、啊？右边那里有什么东西啊？那可以？怎么可以错过呢？我们这样也可以看到吧？有宝箱啊。这边就不可以过去了。哎呦，要拿宝箱就必须打这些人呢、啊。OK， 挺快的。我以为很难，并没有。我笑了，恶魔微笑。技能卡对我来讲没有什么用啊，基本上还没有去用它。这里有东西啊，来吧，有什么新的人格面具吗？后面有一个离开的标志。哇哦，天使！哇，天使恶魔啊，这个这些人格面具是。OK， 竟然是恶魔吧？哇，果然是天使恶魔啊！それに寄り道だって悪くないわ。こうしてみんなに出会えたんだから。愚かな。愚蠢。哈。見てろや。又放这首歌啊，可以啊。真怕电的。鸟笼爬上去，哇，好痛。春，我的妈，高残血了，直接。那么强了吗？这人。我懂啊，休克。再开个 showtime。这个、叫什么名字来着的 ？Showtime 忘记了。Nebulos， 奈比洛斯。哇！审问官，怕什么东西啊？这东西怕电，怕冰。Lilip， 可以要这样吗？哇，你冷静啊，朋友。改枪，蹦，歪，春，好，按到我龙丝，场面有点混乱啊。蓄力蹦，闪一下，电，这两个人好乱啊，讲真的。Sophie 倒下了，我笑了。哇哇哇！快点 show time！ 我的妈！我在刮痧，他打我是一套的事情啊。可以总攻击，炸！我打的是哪一池啊？我也不知道。的妈！轻点啊，朋友 ，show time！ 可以。大棒球，伤害高吗？啊，他都回血了呀！哦，这是别子，哎呀，吓我一跳！一棒，我回空了吗？我是跳下跳下，很乱。我的妈！哎，别打我朋友！妈！喂，别别别！哇，什么伤害呀？不是吧，冰，他被冰了，哇，总攻击再见了，黑女王，最后一炸，可以，你还没倒下，真的是顽固啊，13000。有点少，讲道理。检查点，追求者的朝圣之路，可以。神秘的什么鬼？我去哪里啊？我上去哪里？看不到啊。跳，可以。朝圣之路继续。
又到什么地方啊？跳 chance， 我去这里吗？哦，我跳上去。奇怪，为什么前面没有路的？恭喜吗？这里跳上去，我被发现了吗？还好，不理你。个宝箱在这里 ，HP 之箱。哎，话说我想用一下这些东西呀、啊，提升五罢了。苏菲亚 ，Joker。诶，速度之箱要用吗？要不用了。这里 ，chance， 简简单单，有个宝箱这里，在对面，吓我一跳。赛达因，大量伤害的念动属性的，大范围内敌人。OK， 哎呦，吓人。OK。一看就是骇入战的感觉啊！这里 ，server room。那 ，server 壊しちまえば、エマつか神様も止まんじゃね？应该吧。だがエマはサーバーを停止されたにもかかわらず。それに改心された人たちにどんな影響があるかわからないし。今はやめとくのが無難だな。とりあえず上を目指そうぜ。OK， 去往上面前进。然后这些人呢？我往上面走，可是后面的宝箱不能忘记它呀。这里没有隐秘地点啊，直接射吧！一棒，再见，朋友。可以，请跟我讲，这宝箱是值得啊！这就难受了，兽炭的威力提升，那兽炭吧 ，max 的可以。总攻击，拜拜！我的妈，又是什么鬼莫名其妙的攻击啊？吓人啊，真的是。继续走吧。宝箱是个很可惜的东西。什么、啊？契约大厅？哇哦！这个地方有那种带毛东西飘着啊。诶、欸，要换人马门。诶、欸，苏菲亚，我换去幽界吧，冰的上级吧，换去。嗯，这个地方好有点乱了、啊，讲道理，复杂。为何抗拒神所创造的世界呢？うまい話にはご用心って相場が決まってんだよ。嗯哼。自由な発想なき世界に真の美は存在しえない。没。可悲呀、啊！可个鬼！快点啦！又变什么？天使。又有一个东西出来呀、啊！真的是。内比洛斯。我的妈！这什么鬼呀、啊？直接晕眩我了，真的是逃啊逃逃逃逃！可以开枪。哎，我干嘛去取消那个东西啊？真的是我傻了呀！喂，可以上级。Go go go! No， 这个难搞。No， 丘格投下了。Joker 直接受态嘛？真的是太难了这里。哇，这伤害逗我吧！可以啊 ，show time 了，朋友，太难打了。怎么说这伤害？
裂开了。你再难打点的，哇的嘿，我的妈，真的是恶心这个东西。当一个中型 boss 比大 boss 还难打的时候，这游戏就有点问题了。我要没腰了呀！我的妈，真的是恶心。Two hours later， 人又去哪里？啊，姐姐哈。他终于是倒下了 ，Oh my god！ 哇，跟你们讲，这个绝对是我玩这个游戏以来最难打的一个 boss， 我吐了呀！他敢再肉一点，真的是麻。我要回现实世界一趟了呀 ，SP 药不，我药都用完了，你想一下，可想而知这个人。有多肉来了，这个画面挺难得呀。Sophie 那边围着，买道具。哎，我先买这药啊，浓缩咖啡，我也买了。近战武器酒可，有新的吗？有新的，哎，变成272，买了酒可。还有谁呢？哎，龙石也先买一个啊。今天买最贵的吧，可以 ，SP up 20啊，哇，这个可以啊 ，up SP 了 ，SP 就可以增加，买了，生命与智慧的大树，应该是叫这个名字啊，给我们去往这里电梯走，终于是到了，太难打那个 boss，Oh my god， 可以来了。最高处了吗？什么东西？哦，又是这个圣筐，盒装混蛋。乐园。すべての人を迎え入れる約束の地。あなたたちも例外ではありません。心という呪縛から逃れ、最適な答えを手にしてください。悪いが俺たちの答えは、俺たちが決める。答案。あんたに答えを押し付けられるなんて、まっぺらなの。まっぺら？あなたたちの願いを理解します。自らの意思で答えを選択したい。それはとても貴重な願いです。ですが、多くの人間はそう望んではいません。大衆の願いは悩み苦しむことからの解放。解脱。ありもしない夢や希望に踊らされ、苦しみ惑う螺旋から抜け出すこと。私は全ての人の真の願いを叶えるために生まれた存在。あなたたちは見てきたはずです。心に翻弄され、答えを見失う。あなたたちは運よくその苦しみを知らずに来た。ですが、気づくべきです。その声に耳を傾けてください。什么声音啊？来了动画，可以，没想到。哇哦，转转转！哇，这个保险柜要打开的啊！艾玛真正的样子要出来了吗？哦，这一道光挺耀眼的。然后呢？白白的地方，雾、哦，
买。大家呢？都不见了呀，都剩就可一个人。哦，还真的剩我一个人啊，就可。别吧。OK。羔羊门。OK。怎样还能结束啊？工作？诶，听到脚步声罢了，这里只有。然后呢？王子走发生了什么吗？喂，みんなどこだよ？可以听到龙蛇声音了。哎，我在轮回走吗？这也是，我感觉在一样的路啊。何なのこれ？迷路？哈？みんな、道に騙されるな。无限走廊，无限回廊。不要走在路上。来，又来了吗？嘿，这是有点不一样了。哇，什么鬼？手柄震了一下。嘿，也没有什么其他东西了，好像挺怪的。这里还来呀？被搞了吧？还是后面是可以走的呀？没有啊。同じところを回り続けることになる。道を外れて歩くんだ。哈？是要我怎样啊？是我只能往前走啊？还来？是我这要怎样呢？这里吗？撞过去。道に沿って進むと同じところを回り続けることになる。道を外れて歩くんだ。不要走在路上。研ぎ澄ませ。所以呢？物之路。虽然是有反应，可是我这样撞过去。哦，哇溜啊！这里还可以这样的。就那个墙壁，你一直去碰它，它就会走到了。哟，因为它这里的墙壁跟一般的墙壁不一样，它有点反应啊。みんな大丈夫？算是吧，迷得蛮久了。不过，見てみろよ、我が輩たちが出てきた場所。哇。粉粉的，なんだこれは？什么光啊？这是？これってまさか？あ、願いだ。愿望。すんげえ量だな。今までとは桁が違うぞ。それだけたくさんの連中がエマに改心されちまってるってことだな。お？な、どうする？もう一回突っ込むか？不太好吧？这样。いや、おそらく無駄だ。中の声聞いただろう。みんな苦しそうだったね。エマを守ろうとする声が聞こえたな。ああ、保護エマ。おそらく大衆の願いが奴を守ろうとしちまってる。願いがエマへの道を隠してるんだ。このまま入ってもまた迷うことになる。あの中じゃみんなの位置も把握できなかった。私が誘導するのも無理だな。是的。でもこのままじゃ私たちエマに手が出せないよ。そんな办法了吗？あれが願いなら今までみたいに予告状で塊にできないかな。そう、我们要寄预告函给エマ吗？わあ、確かにそうだぜ。塊にすりゃ道を隠すとかできねえよな。つまりエマに予告状を出すわけか。怎么看？元芳你怎么看？好主意。
可能吧。神にまで成長してしまった今となってはなおさら不安ね。なあジョーカー、一ノ瀬に連絡は取れるか。開発者の意見も聞きたいところだ。可以，打电话的确可以相信吧，毕竟是苏菲亚的妈妈。を作ったあんたはどう思う？私も効果はないと思う。哦、エマは常にあらゆる状況を分析し、最善の手段を導き出している。Okay? エマの思考には曖昧さがないんだ。動揺や迷いとは無縁だよ。いや、けど予告状だぜ。チットは警戒するとか。警戒。エマは君たちをずっと見てた。予告状の存在もその効果も知ってるさ。見たところで意識を変えるような驚きはないか。いよいよ予告状は当てにできねえな。うん、ふん、それは怎样啊。このままじゃ。あ、あの願いのもやが消せず、先へも進めない。人々がエマを必要としている限り、俺たちはエマに手が出せないことになる。なんだよそれ。什么鬼？どいつもこいつも、偽の神にすがりついて、わらわらと集まっちまってよ。そんなんでいいのかよ。スカル。いや、ちょっと。おほ、这眼睛。そうじゃないか。なんで願いが集まってるんだ。え、何かおかしい？没有王，没有鸟人，没有人帮你念王，没有王吧？是吗？哎呀，我又打错了。可恶！集まるべき鳥かご。願いを奪い、そこへ運び込むシャドウ。これまでジェイルで見てきた光景がここにはない。哦？それはきっと願いの持ち主の意思が違うからだ。意思が違う？今までのジェイルでは、みんなキングによって強引に願いを奪われていた。でもエマは願いを奪ってなんかいない。みんな自分からエマに捧げてるんだ。他们自愿的呀。あ、エマという神に救いを求めてね。自分にとって大切なはずの願いを自ら放棄してしまっているんだよ。だから鳥かごがなくても願いはああしてエマの周囲にとどまってるってわけか。自分の願いを放棄してしまうなんて、そんなのって。けれどエマはあれが自分のものだとは思ってない。彼女は人々の真の願いを叶えてあげているだけなんだ。捧げられた願いには執着してないから、それを閉じ込める鳥かごもないんだろう。それで持ち主のいない願いになって形を失ったまま漂っているのね。彼を神にしたのは大衆の意志だよ。あの願いはその証明でもあるのさ。あのさじゃあ捧げた人たちが大切なものだって思い出せばいいのかな。そう、それだ。さすがパンサーだぜ。え思い出させるんだ。捧げた願いが自分にとって大切なものだってことを。让我们自己想起吗？そうすれば願いは形を取り戻すよね。众人的愿望。幸いここに鳥かごはない。壊すまでもなく、願いは持ち主の元へ戻る。うん。どうやら予告状を出す相手は決まったようだな。也就是全体人民是吗？也是民众。ああ。予告状を出す相手は願いを捧げちまってる大衆だ。ああ、上等だ。一発かましてやろうぜ。可以。好吧，那我们现在干嘛？そうなると。次は予告状をどう出すか、ね。要怎样去寄啊？问题是。エマに願いを捧げてる人たちに届かなくちゃ意味がないし。声も届かない様子だったからな。普通の手段では効果がないかもしれん。うん。スマホでエマを見続けてたもんね。所以要通过手机里面传吗？どうする？你问我啊。熊エマ。確かにエマを使って予告状を出せれば。みんなの目にも届くはずだけど、そんなのどうやって。うん、ハッキングだ。エマをハッキングする。果然又是 hack 啊，又是骇入啊。そんなのできんのかよ。普通は無理。前に調べてみたけど、エマのプロテクトは尋常じゃなかった。有一直在在啊。けど頑張る。
世界の命運がかかってるしな。サーバールームだ。東京電波タワーにはエマのサーバールームがある、okay. そこなら触れる場所も多い。外からアクセスするより成功率は高いはずだ。是要闯进去里面咯。よし、これでやることは決まったようだな。ああ、まずはエマのハッキングだ。可以。そして願いを捧げた者たちに予告状をお見舞いする。頼んだぜナビ。靠你了。怎么了吗？そうとなれば時間がない。行こうぜ行こうぜ。